大総統、キング・ブラッドレーの名において、何時、エドワード・エリリックに、メイ、鋼を授ける。君が背負うその名は、鋼の錬金術師。鋼の錬金術師、ラジオ、FA 宣言こんにちは、エドワード・エルリック役のパクロミです。はい、アルフォンス・エルリック役のクギミアリエです。ということで、ついに始まった新番組、はい、その名も、うん、鋼の錬金術師ラジオ FA 宣言。これなんで宣言なの？なんかかっこいいからじゃないですかね。はい、この番組はですね4月5日に放送スタートしたテレビアニメ鋼の錬金術師フルメタルアルケミスの情報や楽しさをバンバン伝えていきます。ちなみにね、うん、FA 宣言の F と A はですね、はい、フルメタルアルケミスの略です。わかりますか？はい、フルメタルアルケミス。痛いね、二人してね。痛くないよ。痛くない。痛くないよ。皆さん、アイキャッチのところでもご存知ですよね。フォーメタアーキュメス。その通りでございます。はい。はい。その頭文字を取って、FA でございます。